どうも、おはようございます。即興の久保でございます。4月21日朝5時20分でございます。大抵ね、5時20分からこのライブ放送を始められたらいいなぁと思ってるんですよ。で、えー、今日は時間通り始められたかなって形でございます。時にね、話題が長くなりそうな時は5時10分から始めて、ちょっと私の方で段取りが来ると5時半からってことになりますけども、6時ぐらいにね、 ストップしようかなと思ってます。もともとは3分とか5分でワンセンテンスをお話しする。まあそんなね、ライブ放送だったんですけども、皆さんからコメントもいただいたりとかね。あとこう話してる途中に、まあいろんなね、話題に膨らんでいったりとして、まあ30分40分になることが多いのが、この即化塾の隠居 TV のライブ放送の特徴でございます。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはね、やっぱり 吉野家の不適切発言を取り上げずにはいられないかなと思います。まあ今回で終止符ということにしたいと思うんですよ。まあ大体ね、あの、選抜の話にしても何でもそうですけども、人を不快にするようなテーマってなぜかね、広まりやすいし、まあ私も今話題にしてますけどもね、まあ、そういう話題って止めた方がいいのに広がっちゃうんですよね。で、人を褒めたり癒したりとってもいい話っていうのはなかなか広まらないんですよ。で、皆さんも経験ありませんか すごくね、いい話を自分のところでストップしてしまうってこと。で、悪い話っていうのは、ついついね、こんなことがあったみたいだよってって広めちゃうみたいなね。つまり、悪事千里を走るという真実は、こうやって私たち、一人一人の真相心理が作り上げるっていうことなんですよね。まあ、それは時代によっても同じような特徴を持っているので、ことわざや関用句っていうのができてしまうんではなかろうかと思います。さあ、今日のテーマ、吉野家の不適切発言ですけども、ちょっとね、 その文言をおさらいしてみましょう。田舎から出てきた、右も左もわからない若い女の子を、無く、生娘なうちに牛丼中毒にする。男に高い飯をおごってもらえるようになればぜ、薬物発言を思わせ、女性を蔑視するような発言があったという。早稲田大学はこれらの発言について、当該講師が発言したことは確認したという,ということですよね。なるほどね。 まあいろいろと言いたいことがありますけど、もうちょっと話を進めさせてもらいますね。吉野家の子会社である花丸うどんでも不適切発言をチョイスした人がいるらしいです。こういう言葉です。女子ぶっかけ、男子お稲荷。まあこれについてね、せっかくこういうふうな問題が吉野家不適切発言で取り上げられたのに、全然反省してないんじゃないかってことで、なんかね、どこまでも、ね、言葉尻を捉えて解釈を広げて、 人を叩きたいらしいですよね。あの皆さんどう思われます女子ぶっかけってどこが悪いんですかね男子お稲荷って何なんですかねうん。なんか下品だったり、お下劣だったり、差別的な要素を含んでますかこれ。女子ぶっかけ。ねえ、何ですかね男子お稲荷。何なんでしょうね女子がぶっかけうどん食べたら何か女性を別視したりとか、性的対象にみなしてるんですかね 男子がお稲荷さんを食べて美味しいなっていう表現。なんかいやらしいんですかね。だからね、そうとしか捉えられない人の受信力の貧困さだと思いますよ。しかもね、この吉野家にしても、この子会社の花丸うどんにしても、それぞれ反省して役員解任とかね、降格とかね、解雇など、こうなんか、これでいいでしょってことで、いわゆる見そぎを立ってるわけですよ。 でも、こういうふうに真摯に頭を下げて謝って反省しても、さらにそこに対してね、火に油って形で、反省がないとか言って責める日本人気質。ね。これをですね、ロシア人的発想という表現も出てきちゃったんですよ。いや、すごいですね。謝っても責めるのを、これ日本人っぽいよねっていうのも、日本人を一括りにした別紙発言ですけども、そこから広まってね、ロシア人も全部一緒だみたいなね。そういう発想にまでつなげていく。 なんでこうね人は誰かの表現に対して悪意しか込めないんでしょうかもしくは善意を持って受け止めてる人は何でそれを黙ってるんでしょうかってことなんですよあの「週刊少年ジャンプ」に「こち亀」っていう漫画があるんですけども雑誌に掲載されているセリフと単行本化されている時のセリフってのが違うんですよつまりはは当時は 許されていて誰もが笑って楽しんでいた表現でも時代とともにこれはダメだよねって表現に変わってきちゃったっていうのがあります言葉っていうのはどんどん増えていくはずなんですけども禁止ワードも増えていくんですよ言論の自由っていうのはさすがに表現の自由にも限界はあると思いますけどもどこまでが許されるのかなと思っちゃうんですよねそのうちね派遣労働者とか無職とか シングルマザーっていう言葉すら差別語になりますよ、これは。ね。これは一体誰が何に怯えてそうしているんでしょうかね。そして誰がね、こんな言葉尻を捉えて解釈を悪意で広げて人を攻撃するネタにしてるんでしょうかね。私が10代の頃、マイチングマチコ先生っていう漫画がありました。とても今ではアニメでは放送できないと思います。でも当時は 私たちは楽しんだんですよ。男の子も女の子もマイチングとか行ったりとかしてね、ああいういたずらもあったし、スカートめくるのもありました。それが良かったな、昭和の時代はっていうつもりはありませんけども、ただね、その言葉尻一つでもって解釈を広げて人を攻撃する、ネタにするっていう根性はどんどん発達してるなとしか言いようがありません。当時は、母ハハで済んだことも眉を潜めてね、それはこう解釈したら 特定の人を責めてることになりませんかみたいなのね目くじらを立てて発信する人がいるわけですよ。賢いつもりなんでしょうかねそういう人はね。ドリフ大爆笑高視聴率を競いました面白かったですね。ドリフで私たちは育ちましたでもドリフは再放送禁止のオンパレードですよ。ななんんででだってことですよ当時ドリフで育った少年少女たちが大人になったらドリフの表現はダメって言い出したわけですよ。 お前らそれで育ったんだろうお前らそれで楽しいんだろうね。まさにね、先般と言ったらね、また表現がきついかもしれませんけども、それによって、青春の葛藤や悩みを乗り越えた世代が、今はそれを使うなと言ってるわけですよ。週刊、月刊か、月刊少年ジャンプにね、宮洲のんき先生の、やるっきゃないとっていうね、エッチな漫画があったんですよ。これはオリジナルビデオでも発売されましたけども、 まあこれはね、不適切な漫画だったと思います。でも当時は、青春のちょっとムクムクっとした気持ちを隠れながらね、男の子たちはそれをね、みんな知っていたわけなんですよ。やるっゃないとは、月刊少年ジャンプに掲載されてるぞ、みたいなね。だから発行部数を誇ったんですよ。誰が読んだかわからないけども、確実に売れていたわけなんですよね。つまりね、表現っていうのは、一つの表現に対してそれをね、下品だなって受け取るか、 表現の一部だよねって受け取るか、その情報や表現を受け取った人の品性や受信力の問題がそのまんま現れていると私は思うんですよね。あ、相川さんおはようございます。そしてワンハウスさんも今日もお越しいただきましてありがとうございます。じゃあこのあたりでですね、吉野家の問題発言をもう一回振り返ってみましょう。田舎から出てきた、右も左もわからない女の子をと書いてますよね。あ、吉野さんもおはようございます。じゃあね、 言葉の通りに解釈しますよ。田舎から出てきた女の子って、右も左もわかんないんですかねこの言葉を、田舎の女の子は、右も左もわからない人ですよっていうふうに、差別してるんでしょうかどうでしょうか違いますよね。これは慣用句と言ってもいいでしょうね。例え話と言いますかね。田舎から出てきて、都会のことがよくわからないわっていうふうな女性をね、 順序を向くという表現もすれば、まあ、右も左もわかりませんからっていうふうに、自分で、えー、今ね、田舎から出てきたんでって形で自己紹介する表現の一つでもあります。ね。そもそもね、田舎から出てきた右も左もわからない女の子って存在するんですかって真面目に聞いたら、いや、右と左はわかるでしょうって話じゃないですか。つまりは、この吉野家のね、研修で、 田舎から出てきた右も左もわからない若い女の子っていうのは存在しないわけですよ。でも存在しないってことを前提として聞いてる人は威圧してるわけなんですよね。まあそんな子はいないけどこれ例え話だよねっていう,うに聞いてるわけですよ。でその例え話だよねって聞いた受信力が整った時に無垢、生娘なうちに牛丼中毒にしちゃうよみんなで牛丼ファンにしちゃうよって言ったところを中毒まるで覚醒剤みたいですねって急にね解釈を変える。 人もいるんですよ、中にはね。でもこの研修で発信されたこの言葉っていうのはある一定の知的レベルが持ってらっしゃる方が集まった研修だからこそ発信できたと思います。つまりはこの言葉尻を捉えてね悪い解釈に変換してこの吉野家っていう会社を貶めようとする人は別になかったわけですよ。でもその限られた研修場以外のところで聞いた人は。 吉野家の足を引っ張ってやろうって人もいるわけですよね。その人の耳に止まっちゃったのが、ちょっとね、ついてなかったなっていうところでございます。で、世間的には一般的には私もね、かっこつけて言いますよ。こんな表現は正しくありませんって言います。でも、こんな表現、いくらでも巷元に溢れてますから、逆にこの表現を避けて人生を通ることはできないと思うんですよ。ですんでね、牛丼中毒にしてやるって言葉から、 まるで覚醒剤中毒っていうものを連想して、あたかもね、牛丼中毒は薬漬けなんだ、しゃぶ中なんだっていうふうな発想しか持てない人っていうのは、これはこれでなんか発想の貧困さというかね、いや、そんなことはないでしょう。じゃああなたは右も左もわからない女の子って言ったら、右と左がわからない茶碗とお箸どっち持てばいいんでしょうかみたいなのを即連想するんですかって話になるわけですよ。だから妙な解釈でね、人の足を引っ張ることに、なんか正義感をね、持っちゃったりとかね、 いや、自分はそういうところに気づく高い感性を持ってる人なんですってアピールしたいのかもしれませんけども、別に千バズルを送ったからといってね、なんかそれはウクライナでは無駄だよとかね、そもそもウクライナにもう輸送便っていうのはもうないですから、送れませんからって話ですよ。うん、まあ真面目なことを言うとね。だからそうじゃないんですよね。そういうことを言ってるんじゃなくって、もうちょっと寛容な表現とね、やっぱこう、うん、まあ受け止めがたい表現と、 変えていかないと窮屈になるばかりだなと思うわけですよ。うん。あ、あやさちゃんもおはようございます。<laughs> 動画の方も拝見しております。<laughs> はい。繰り返しますけども、いろんな表現が世の中に溢れてますけども、その表現を下品と取るのか、表現の一部と受け取るのか、その受け取った人のね、品性とか受信力の問題ではないかなと思うんですよ。どう切り抜くかですよね、それは。うん。繰り返しますけども、右も左もわからない女の子って今存在するんですか、これは。言葉の通りに捉えたら。 結局、威圧してるわけですよ、言葉を。言葉を上手に自分なりに威圧して、そしてそれを再表現してるわけなんですよ。だから牛丼中毒っていうのはね、覚醒剤中毒っていうのは別に威圧しなくてもいいじゃないですか、そんなの。それによって別に役員人事を降格するようなことなんですかって私は思いますけどね。ただやっぱり、役員が、ああやってね、降格したりすることを喜ぶ人もいて、そしてそういうふうに反省の弁をね、会社が見せたら、 さらに叩くみたいなね。叩きっぱなしの人もいるわけですよね。まるでカツオの叩きみたいになっちゃいますけど。はい。つまりは、言葉の通りに受け取ったり、解釈を広げて受け取ったり、お下劣なのは誰なんでしょうかと。そして、そのお下劣な表現に付き合っていくのは誰なんでしょうかということで、未だに私もそんな話題を出してるってことは、お前だよって言われそうですけどね。はい。あ、しゆさん、おはようございます。え、あやさちゃん、昨日は雨で遠足が延期になって、息子がしょんぼり帰ってきました。ああ。 昨日雨だったんですね。確かにね広島もね今日あたり雨なんですよね。であのおかげさまで私のところのね大和くんの遠足土曜日なんでなんとか行けそうですけども,も私の大和くんはね子供の大和くんはまだ遠足って概念がありませんからしょんぼりはしないと思いますけどもそうですね、うん、うまいことを捉えるとするとその息子さんもね、うん、遠足っていうのが楽しみであってそしてその楽しみがなくなった時にしょんぼりする感性が あるぐらい育ったんだなと思え、思えなくもないかなと思いますよね。も,うもちろんもう大きいんでね、当たり前ですけども、山和くんは雨が降ろうが、やり降ろうが、出かけるみたいな感じでね、<laughs> まだそこまで育ってませんのでね、あの、がっかりするみたいな顔もあんまり見ないんですよね。うん、だから表現がこれから豊かになっていくのかなと思っているときに、うん、やっぱりこうね、成長の過程で、なんか自分の思っていたことがそうならなくってね、がっかりするっていうのも、 うん、まあ、よく解釈すれば成長の一部なんだなと。まあ、けど、遠足には行ってほしいですよね。うん。まあ、そうですね。てるてる坊主の作り方でも教えてあげましょうかね。こうなったらね。はい。まあ、ちなみにですね、あの、今、安部博さんが主演されてるトンビっていう映画があるの皆さんご存知ですトンビっていうのは、あの、よくね、ライブ放送にも来てくださってる、清美さんのタコマルさんっていうね、 あの、朝口っていう岡山県の町なんですけども、私よく倉敷っていうふうに紹介しますけども、正確には倉敷ではなくって、朝口っていうところで、大島っていう町なんですよね。その瀬戸内海が見える、まさに清美さんのタコ丸さんっていうところが、お店がね、ロケ地になってるんですよ。で、この安部宏のトンビっていう作品が公開されてるんですけども、ね、人によってはね、あんなのはね、役者が NG を繰り返しながら演技をしてるんだよ。 っていう風に言うんですよその通りなんですよ俳優って一生懸命 NG を出しながら演じてるんですよ演技をしてるんですよその演技いわばフィクションの集大成が映画なんですよねでもその作り物に対して感動したり気づきを得たりいろんなものを人は受け取るわけですよねそれをね最初から最後まであんなの演技だよっていう人いますかねいまあ、いるかもしれないけども映画っていうのはその人のために作られてますかってことなんですよ ね、確かに役者が NG を繰り返しながら作っているのが映画それが阿部寛のトンビ阿部寛も所詮は阿部寛という人生を生きていてその中で役者という時間があるだけですよその通りなんですけどもそういう受け取り方しかできない人に対してそういった映画って作られてますかってことなんですよ。翻って吉野家の不適切発言、ね、研修に参加していない人に対してだったらこれはあの表現使ってないんですよ。 研修に参加して、ある一定の解釈力のある人が集まっているからこそ、その場だけで通用する言葉として、あの言葉っていうのは使われてるわけですよね。うん。だから、言ってみれば、吉野家っていうのも上場企業で有名企業ですから、そこに入社して38万の研修代を払う高い意識レベルの人に対して発せられた言葉なんで、高い意識の解釈しかしてないんですよ、そこではね。でもそれが流出して言葉が一人歩きして、 そうやったお下劣な解釈に持っていこうとする人の触れ、目に触れたからこういうことになっちゃったし、残念ながら国民の大半はああいう表現大好きでそれを見事にね、使って誰かを叩いてやろうっていうふうに考えちゃうんですよね。そこにプラスアルファしてアクセスが集めたいね、インフルエンサーとか私みたいな YouTuber が話題にするからもっともっといわゆる炎上状態、お祭り状態を作っちゃうってことで、まあ私もだからね、 あの、吉野家の攻撃に加担してると言えなくもないんですけども、だからあえて言います。あの表現は、あの場に参加した、あの言葉をちゃんと自分なりに善良に解釈できる人に対して向けられた言葉であって、あの言葉をね、覚醒剤中毒とか女性蔑視としか捉えられない受信力の狭い方に対しては使われない言葉ですよってことなんですよ。ね、クローズドな場で行われた表現ですからね。 だからあの取締役の方が一般人向け無料セミナーで話しますって言った時にはあの話しないですからね。まあそういうことじゃないかなと思うんですよ。表現っていうのは場所や時代によって禁じられたり許されたりって様々ありますけども、だからこそなんですよ。だからこそ。昔許された表現が今ではできないこともあるけれども、この場では許される表現でも公の場では許されないってことがあるじゃないですか。今回の吉家の不適切発言って公の場ですかね。 公の場でではないんですよクローズドな本当にニッチなところで使われていたその場での共通概念をそうじゃないところに向けられたからこういうことになってしまったんですよね。だからお前には言ってねえよって話ですよね。だから、ね、言ってみればね。だ、うんまあ、けど残念ながらこういう世の中に私たちは暮らしているってことですよ。ね。千羽鶴を折れば怒られて。なんか牛丼中毒といえば怒られて。もう黙っていましょうかって話です。 これももう一回繰り返しますけどもね。そのうち、派遣労働者って言葉も差別だっていう人で出てきますよ。無職っていうのも差別だって言葉出てきますよ。シングルマザー差別だっていう人出てきますよ。何を喋ればいいんですかって話ですよね。全員無言になりますよ。ね。学校でもね、分かる人って先生が言っても、あ、なんか批判殺人と捉えられないかもしれないから手を挙げるのやめようってなっちゃいませんか。ね。発表して間違えたら恥ずかしい思いして、 なんか嫌な気持ちになるからもう発表するのやめたみたいな社会人が育っちゃったんですよ。ね。たまに勇気を持って発言したら叩かれるとかね。まあこういうこともありますよ。ある堀江孝文さんがね、ある堀江孝文さんが肉を食ってるところをなんかツイキャスやってたら、堀江さん野菜も食べるわって言ったらね、野菜食ってるよ、バカ野郎みたいな。こ <laughs> れ面白いですね。肉屋なんだから野菜食ってるところを放送するわけないだろうって言えばその通りになっちゃうね。 ね、なんか野菜を食ったらいい人みたいな先入観をね、まあそろそろ改めたらいいかなと。食ってるって話ですよね。もっと言ったらね、野菜を食べて座ったお肉を食べてるわけなんで、野菜とお肉を同時に食べてるのが肉食の人の理屈ですからね。もう私もそういう理屈持ってますけど、ね、<laughs> はい。まあね、人のことを気にするほど人生に余裕はないかなっていうところでございますけどね。はい。えー、では次ですね。えっ、ー、と、しげみさんおはようございます。 今日もね、ありがとうございます。そして、あやさちゃん、給食と遠足が楽しみな健全な小学4年生です。いや、ぶっちゃけね、給食と遠足は楽しみですよ。で、その、何、ご褒美をもらうために、おとなしく授業を受けるっていうのがね、正直な構図じゃないですか。まあ、中にはね、小学生の頃から、勉強大好きっていう風なね、医者の子供がいるかもしれませんけども、いや、勉強はなかなか大好きじゃないですよ。 でも何か目的を決めたらその目的達成のために積み重ねる勉強っていうのは結構ね楽しかったりしますけどもね、うん。例えば好きな女の子ができてその女の子のためのことをいろいろね知っていこうとするとかじゃあ女の子にモテるためにはどうすればいいのかなっていう勉強は楽しいわけじゃないですか。目的とか欲望がはっきりした時に勉強は楽しみになるんですよ。でも気がついたら学校に行っていてよくわかんないけども カリキュラムが流れてくるの。これは面白いわけないですよね。だから最初に自分がどんな人間になりたいのかってことをイメージすることって、なんか結構大事だと思うんですよ。プロ野球の選手になりますっていう人に、例えばね、数学や物理を教えても、うん、無駄ではないけども、優先順位低いよねって話だったりするんですよね。で、宇宙人の秘密が知りたい人に対して、じゃあ古典文学でね、 夏目の漱石とかね、夏目の漱石って変ですけど、夏目漱石とかをいっぱい読みましたって言っても、なかなか宇宙人と会う機会はないと思うんですよ。だから目的、つまり、遠い山にね、旗を立てることを最初にすれば、足元の一歩一歩も刻めるんですけども、向かう方向がわからないときにね、目の前のことを一生懸命やりましょうって言ったって、なかなか身が入んないですよね。それこそね、あの、何、体育館の雑巾がけが終わったら、 お昼ご飯ですよって言ったら、一生懸命やる気になりますけども、なんかね、体育館の雑巾がやりましょうだけ言われたら、なかなか面白くないですよ。ね。何をやったらどうなるのかっていう風な、その後の展開とかっていうのが知らされると、ちょっと元気になったりね。今日は金曜日なんで、明日は休みだよって言われたらね、金曜日頑張るぞってなりますけども、今日は金曜日だけども、次の日も金曜日ねって言われたら、嫌ですよ、ね、これはね。月月寒木水金金ですか。なんかそんな歌が昔ありましたけどね。 <laughs> うん、だからね、遠足や給食があると思えば、学校も通えるかなと思いますしね。うん、なんかね、好きなあの子がいると思えば、嫌いな授業にも、うん、なんか行こうかなって気になりますよ。私は授業は結構サボった方で、クラスにはいなかったんですけどもあの、やっぱりね、好きな子ができたらね、その好きな子が同じクラスにいるわけじゃないですか。なんかこう、授業に出ましたね。その子こうやって眺めてました、こうやって。<笑><笑>気持ち悪いですね。 まあでもね、10代の恋愛っていうのは眺めるのが精一杯ですから。私の場合はね。あんまり積極的にはなれなかったですね。うん、それを反省して30過ぎてからガンガン行くようになりましたね。<laughs> まあでも大学に行ってからか。大学に行ってから過去の自分を捨てて、もう超難破死をね、うん、演じてましたね。まあ、結構ね、だから積極的に行くとね、モテるもんですね。私みたいな男でも。<laughs> 18、19で大学に入ってね、とにかく合コン毎週したらなんか死んないけど、 モテる、モテる。つまりは、あの、出会う女性の数の一定の確率で、なんかレスポンスがあるって形なんでしょうね。で、大体いつも完理しますから、大体、連絡先って交換を優先的にさせてもらえるんですよ。まあ、当時は携帯ではないんで、留守番電話をね、買って、こう、設置してたんですけども、留守番電話にね、いろんな女の子のメッセージが入って、久保君、ありがとう、この前は、今度いつにするできれば2人で会いたいんですけど、みたいな。お、いいな、やったら、みたいな。 <laughs> もう懐かしい思い出でございます。はい。えっ、ー、と、相川さん。冷めた考えの人いますよね。ピヨ。あ、ピヨピヨですね。相沢ちゃん。一部だけの発言の切り取って危険ですよね。誤解を見ますね。うん。だからその一部だけの発言を切り取って、良い方に解釈する人ばかりだったらいいんですよ。ね。好意的解釈ってやつですけどね。銀英伝に出てくる切りアやすみたいなもんですよ。どんな悪いことがあっても、いや、こういう良いところがありますよ、みたいな。 感じで、ラインハルトさんをこう、たしなめるみたいなね。お、またまたラインハルトの、あれやキルヒアイスの好意的解釈が始まったな、みたいなね。<laughs> まあ、銀鋭で見てない人はすみません。<laughs> はい、えっと、ノクさん、おはようございます、皆さん。ノクさん動画の方ありがとうございます。なかなか面白いリスクリワードでしたね。あ、ちなみにね、ノクさんね、私ね、ボクサーをやるって言っても、あの、リスクリワードをちゃんと考えて、マスボクシングって言って、当てないボクシングなんですよ。寸止めボクシングっていうのがあるんですよ。 これはね、50代向けに作られたボクシングで、あの、やっぱり、ね、50過ぎると、ボカーンとパンチ当たったらね、こう、首をね、なんか寝、ね、違えちゃったりとか、あの、手を痛めちゃったりとかして、即仕事に影響したりとかするんで、やっぱりね、50代のボクシングってのは当てないボクシングらしいんですよ。だから、格好は格好でするし、体も鍛えるんだけども、結構ブヨブヨな人も出てますよ。で、体重差もあんまりなくってね、人、二人集まったら、格好でボクシングして、あの、なんか、ポイントを取るらしい はい、ストレート決まりました。ポイントみたいな感じでね。思えば高校の時に私、空手道に、あの、こう、入ってたんですけども、極真空手はもう無事当ててたんですけども、一般的な全日本空手連盟かなんかのやつってのは全部寸止めでしたね。試合も寸止めでした。うん。まあ、だからね、あの、思うんですけども、実際に10代であろうとも20代であろうとも、あの、いちいちね、当てる喧嘩をしていったら、当てる試合をしていったら体持たないですよね、やっぱりね。だから防具をつけたりとか、 顔面筋的を禁止りとかね、い、え、う、ー、ふうにやってたと思うんですよ。そう考えたら、ストリートでやっていた、いわゆるね、10代の喧嘩ってのも、お互いに手加減してるんですよね。あれ、本気でやったらね、本当骨折事件とかね、失明事件とか乱発してますからね、内臓破裂とかね。だから、そこそこ、寸止めだったんですよ、10代の喧嘩も。だからこう、ね、これ周りにね、突っ張ってる人がいたら聞いてみてほしいんですけども、 あの、派手に暴れたとか言ってもね、結局手加減して知名度はお互いに与えてないし、まあそれが呼吸になってたんですよ。だから喧嘩っていうのはイベントなんですよね。わかる人同士でやってれば、ベテランから言えばね。で、たまによくわかってない人が、カーッと来てね、刺しちゃったみたいな人いますけども、まああの、何喧嘩のベテランっていうのはあんまり大した喧嘩はしないっていうのはね、なんかパラドックスですけどね。うん。なんか結構ね、脅して終わりみたいなね。この野郎つって終わりですからね。 実際にね、あの、殴られても殴られ返されても痛いんで、うん、なんかそんなにね、ボコボコにしてやったっても実際はね、ボコボコになってないですからね。鼻血が出るぐらいですよ。で、鼻血が出ても別に鼻が折れたっていう話は全然聞かないですからね。<laughs> だからまあ、なんていうの。靴の底からちょっとね、痒いところ書いたみたいな感じだったんじゃないかなと思います。はい、あやさちゃん。数打っち当たる恋愛。私の場合そうでしたね。うーん だから振り返るとね、中学高校時代も、まあ10人にアタックしたら1人か2人ぐらいはお付き合いしてもいいかもっていうふうに思ってくれたんじゃないかなっていうふうに振り返ってますね。だからね、大学に行ってから余計に思うんですけども、まあ私大学4年生に行ったんですけども、近くのその専門学校とか女子校とかっていうのは、あのやっぱりこう合コンをよく組んだんですよ。まあ私は軽音学部にはそのために入ったんですよね。 旧音楽部一回生の何だこれですね。言うと、なんか音楽やってそうな人ってね、なんかこう、かっこよく見えるんではなかろうかというね、<laughs> 完全アクセサリー入部でしたね、私の場合は。うん、まあ、おかげさんでね、合コンもスムーズに決まりまして、まずは同じ音楽系サークルとか、音楽に興味のある人とかいうの、ね、で、掲示板でね、貼り出してね。そうすると、まあ、よく集まってくれましたね。で、音楽やってると得なのは、どんなファッションもステージを意識してるんだよって言ったらね、 納得してもらえるってところがありますよね。<laughs> はい。カズーちゃん当たるでございます。えっ、ー、と、あ、相川さん、好きな人にちょっかい出して嫌われてました。<laughs> まあそういうこともありますね。私もそれはありました。<laughs> えっと、あやさちゃん、キルヒアイス様とラインハルト様伝説です。まさに銀河英雄伝説ですね。まあキルヒアイスとね、ラインハルトの関係っていうのは、なんかね、よくボーイズラブとかでも出てくるんじゃないかろうかと想像するんですけども、いかがでしょうか。えー、ノクさん。 返信動画ありがとうございます。なるほど。さすが、久保さん。やはりリスクライドを考えてますね。青汁さんは無茶しすぎかな。あ、青汁さんね。いや、でも、青汁さんがね、なんかあの、戦ってくれた姿ってのは、あ、俺も頑張んなくちゃっていう風に思わせてくれましたよ。この50の体に。青汁に負けてられないな、みたいな。思いましたね。だからすごくね、あの、試合を見させてもらって、ブレイキングダウンね。あの、ますますね、 久保田悟さんっていうね、あの、チンピラと、青白オーディのことが私は好きになりましたね。なんかついでにね、久保田悟が好きになっていくのもね、面白いもんですよね。最初完全にね、なんかこう、な合図の伝説みたいな感じで、谷底に落ちたんで、木で刺しましたよみたいなこと言ってましたけども、よく考えたら谷底に落ちるってどういうことなんだよと思いますよね。大体いいどこだよ、谷っていうのは、<laughs> もう面白いですよ。うん、はい、えー、ありがとうございます、野口さん。 え関係おじさんも今日もよろしくお願いします。ありがとうございました。関係おじさんの動画もね、私のサブチャンネルによく上がってくるようになりましたよ。面白いですね。関係おじさんの、あの、語り口調。ドクさん、青尻さんは、眼底骨折、ドクターストップ、お医者さんにも止められている、うん。青尻さんはね、でもやっぱり、ビジネスってどこまでやっても、ああいうふうな眼底骨折とかにはならないと思うんですよ。鼻を折ったりとかね。ビジネスって鼻血も出ないじゃないですか。 だから命がけのビジネスって言っても実際には命なんてかけてないんですよね。怪我一つしないわけですよ、ビジネスって。だから一番捨て身でできるのは金稼ぎ、ビジネスなんじゃないかなと思うんですけども、それこそ善意にもならないね、ストリートファイトなんて、ああやって大きなリスクを背負うわけですよ。でもなくならないですよね。地下格闘技とか、ノーギャラに近いコンテストマッチとかね。 やっとですよね、最近 YouTube とかいうのが出てきて、あの、1000万円企画とかっていうのがね、朝倉美久留さんとかがやって、やっと格闘界にも儲かる話っていうのが出てきたみたいな形ですけども、ずっと今までの格闘界っていうのは、金にはならないけども、体を失うみたいなことを高いリスクを背負ってね、まさにマイナスのリスクリワードでやってきた人ばっかりが支えてたんですよね。これからはね、格闘界にも健全なスポーツの 一ジャンルとして、低いリスクで高いリターンが得れるような、そんな場所をね、たくさん持てるようになってもらいたいなと思いますし、まあ私もね、一定の資金を集めて、自分の実績も積んでいったら、格闘技の試合を機械画したいなと思いますよね。なんか10代のありふれた、じゃない、あれ、溢ふれ余るエネルギーをね、ぶつける場としての格闘技の世界っていうのは、地下格闘技ではなくて、オープンなね、場所ということで。はい、あやさちゃん。 美咲さんは若さがあってまだまだ尖っているんだと思います。結婚とか子供できたりすると丸くなりますよ。うん。なんかね、青尻さんいいですね。うん。なんかそういうふうな若さに励まされるっていうのはすごく嬉しいことであるのと同時にちょっと悔しさかったりしますよね。本当はね、私たちみたいな中高年を見て若者がなんかやる気になってもらいたいんですけども逆になっちゃってるんでね。で、中高年、 過ぎても思うんですよ。あとは若い奴に任してみたいなね。もう俺たちの時代じゃないよね、みたいなこと言いますけども。じゃあ、お前の時代はいつだったんだよっていうふうに問いかけられちゃいますよ。むしろね、40代、50代になった私たちが世の中を引っ張っていって第一線で最前線に立ってね、あらゆる道を切り開いていく姿を見せていくことで、若者に道を譲っていきたいなと思うんですけども、うーん私はね、そういうふうに思うんですよね。若い人の見本になっていかないと。 何のための40だ何のための50だっていうふうに、いつも思っちゃうんでね。うん、なんかもうちょっと、私なりにも、丸くも尖っていきたいなと思ってろらりますね。えっ、ー、と、ノクさん。男の子は、やはり、憧れはありますよね。と格闘技は。おじいさんになっても少年時代の憧れは残っていたりします、うん。そうなんですよ。カンフー映画を見てるとね、カンフーの達人ってみんなね、お年寄りなんですよね。だから、太極拳とか、 年をとってもできるんですよね、きっと。あの、英春剣ってのも最近映画で有名になってね、イップマンとか見てますけども、あの達人っていうのはやっぱり70代ぐらいの方ですしね。だから、まあ、東洋の武術っていうのは年齢を重ねればできる、年齢を重ねてもできるってところが一つの特徴なのかもしれませんね。まあ、西洋の格闘技っていうのは若い時にピークを迎えちゃいますからね。 あの、ボクシングをきっと。まあ、銃をよく合成すと言いますけども、日本で流行っている空手とか柔道って、やっぱ黒帯の人ってみんなね、中高年以上ですからね。若くして黒帯を取る人もいますけども、まあ、黒帯からがスタートとも言えますんでね。はい、あやさちゃん。もちんしまくるのは若さの印。24時間戦えますか <laughs> みたいなフレーズが続きそうですけどね。 いろいろと話題は変わってきましたけども、今日のね、テーマとして、吉野の不適切発言というのがあります。これは、あのクローズドの場では適切な発言だったと私は思いますけども、あの場を離れると、公の場っていうかね、誰もが受け取れる場所になると不適切に急に変わってしまうんだというのは、私ね、今回の一件で捉えましたね。だから、 なんか仲良しと話してる話題と、そうじゃない人と話してる話題って変えていかないと、すぐに上げ足を取られちゃいますし、まあ本当にね、何度も言いますけども、田舎から出てきた若い女の子って右も左もわからないんですかってことですよ。そんなわけないだろうと思いますよね。右や左はわかってるよっていう人に対して、右も左もわからないっていう慣用句、例で申し上げてるわけなんですよね。プラスその一つの慣用句として、 一つのね、例えとして話している流れの中で、牛丼中毒にしちゃおうよっていうのは、例えだってことが分かるわけじゃないですか。なのに、牛丼中毒って言葉だけを捉えてね、そこを、なんか覚醒剤中毒っていうところにわざわざ変換して、いや、牛丼はけしからんっていう、このロジックっていうのは、私としてはね、貧困な考え方だなと思いますよね。人を攻撃するために、いろんな解釈を組み上げて、やっとこそ作った方便だと思います。でもその方便に対して、 チャンス乗っかれみたいな方もいたりとかね。よくこの解釈をしてくれた。よし攻撃しようみたいにね。なんかこの勝ち馬に乗るではないですけども、ファーストペンギンに続いていくっていう表現かな。最近の表現で言えば。うん。後に続けみたいになっちゃうのは、なんかね、けしからんなと。けしからん。なんと言いますかね。先頭に立つ、まあ、着替えもないのかなと思っちゃいますよね。 あやさちゃん、何でも揚げ足取りは好きではないです。ね。たまに揚げ足取りはしたくなっちゃいますけどもね。まあでも、何でもかんでも揚げ足取りすればいいってもんでもないですよ。そこから派生してね、あやさちゃん。なんか、子会社の花丸うどんで、女子ぶっかけ男子お稲荷に対しても批判が集まってるんですよ。これ何なんですかね女子ぶっかけって何なんですかねなんか、それは女性を差別した表現なんでしょうか女子ぶっかけ。 男子お稲荷。これはどう,どう考えたら、お下劣な発言というふうに受け取れるんでしょうか。私にはとんと理解できません。もちろんね、女子ぶっかけっていうのは、そのアダルトビデオの中で女の子にぶっかけちゃえみたいな表現があるのはわかりますよ。男子お稲荷は、要するに男性のあそこがね、お稲荷さんみたいな変態仮面の漫画の表現っていうのがあったじゃないですか。そこに結びつけたく,結びつけたくなる気持ちはわかりますけども、 無数にある解釈のうちの一つを取り上げて、それが全部だっていうふうに考えていくのは、なんかあまりにもね、なんかこう、やりすぎというかね、うん、なんか善意で受け取れないのかと思っちゃいますよ。女の子がもう大胆にぶっかけうどんを食べて美味しいっていう姿で幸せ感じてるんだなっていうふうな解釈も慣れ立たし、あの男子がね、よーし、寿司の食べ放題だって寿司パーティーに参加したら、 いなり寿司ばっかりじゃないかみたいなね、ギャグで捉えることもできるわけじゃないですか。実際にね、寿司の食べ放題って言って私招かれたら、いなり寿司しかなかったっていうね、そんな寿司パーティーやりましたからね。返せ1100円。<laughs> お稲荷チラシ寿司とお稲荷しかない寿司パーティーってなんだよと思いますよ。イカとかタコとかね、マグロとか想像するじゃないですか、こっちは。<laughs> っていうふうにお笑いに変えることもできるんですよ。なのにね、わざわざね、 自分の少ないボキャブリアの中から、エッチな話題と結びつけて、女性別詞だとかね、男性批判だみたいな形にしていくのはうん、まあ分からないでもないけども、その人の品性そのものじゃないかなと思いますよ。そもそも、まあ、私も含めてですけども、そんなね、なんかエッチなビデオを見て、女子ぶっかけみたいなタイトルにつられてクリックするような人間が、女子ぶっかけうどんをそういう解釈するわけなんですよ。私みたいな。<laughs> <laughs> だからその、受け取る人の解釈によって、もうね、均衡法制が分かっちゃうみたいな形でございます。<laughs> あいさちゃん面白いでしょなかなか。ね。フェミが騒ぎそうですよ。なんかね、その、まあ、フェミニストの方もいらっしゃるんですけども、基本的には私、フェミニストな考え方は好きなんですけども、ちょっとやりすぎて、 フェミニストとして活動している人がフェミニストとしての活動がやりにくくなってくるみたいなパラドックスに陥ってますからね。うん。何でしょうね。まあ私の今日の懸念としてはね、この言葉の使い方は気をつけないといけないと思いますけども、派遣労働者っていう言葉がね、差別用語にならないことをね、切に心配しますよ。無職っていう言葉がね、 あまりにも人間がダメな部類に入ったってことを、落入されないことをね、望みますよ。なんかよくその、何逮捕された人が67歳無職って書かれてるでしょ。なんか無職って言うと印象悪いんですよね。なぜかね。年金受給者とかでもいいんじゃないですか。元役員とかね。元なんとか官かとかでもいいじゃないですか。うん、なんでね、飯塚幸三さんだけは元なんかね <laughs> あ、なんとか委員長になるんですかってことですよ。 いや、無職じゃないですか。<laughs> みたいなね。あ、ちなみにその飯塚幸三さんの事件は、この前、メインに違ったらしいですよね。うん。なんか、ご遺族の方にね、改めて本当にお悔やみを申し上げたいと思います。私もね、やっぱり同じ年代の奥さんと子供がいますんで、あの、ご遺族のね、男性の気持ちになるとね、もう本当怒り狂いますよね。かといって、飯塚幸三さんに殺意があってあなったわけではないですから、 いろんな事情は、ありしも、交通事故ですからね。恨むに恨みきれないですよね。まあちょっとね、憤りは私も共感したところもありますし、令和武ちゃんの追求もね、そうだそうだ、もっとやれって気持ちもあったりしたんですけども、まあ今、潔く飯塚幸造さんが最後の瞬間を、牢屋の中で過ごしていることを想像したらね、もう私も牢屋に1ヶ月ほどいたんですけども、 あんまり愉快な問題はないですよね。人生の最後を、あうところで迎えるっていうのは、うん。だから十分罪を償ってるんではなかろうかと思います。もちろん、未来を絶たれたね、奥さんや子供に何も報いることができないのは確かなんですけども、うん、少なくとも、この事故を契機にですね、な、うんだから運転の自信のない方は、悲惨な事故を起こす前に、まあ、ハンドルから手を離したりとかね、 私もそうなんですけども、まあ、車に乗るってことは、もしかしたら今日、誰かを傷つけてしまうかもしれないっていう、恐怖も乗っているんだなってことですよね。はい、ノクさん。なんかあると、職業言われますよね。85歳無職。当たり前だろうって突くみたくなる。<laughs> そうでしょ、ノクさんね。気をつけて運転します。そうですね、あやさちゃんね。あの、やっぱりこう、こう、なんですかね、ドライブ動画とか私も撮りますけども、 多少なりともやっぱりこう集中力っていうのは散漫になるところがあります。私の場合は田舎道なんで、それこそすれ違う車や人って全くないんですよ。まあですんでね、なんぼかはできますけども、やっぱりちょっとした不注意で、それからのドライバー人生のみならず、本当の人生が何人か台無しになっちゃうって考えたらね、ハンドルを握るときの責任っていうのはものすごく重いですよね。 私よく例えるんですけども、車に乗ってハンドルを握るってことはね、銃に指をかけて、群衆に対してこうやってね、持ってることに近いんじゃないかなと思うんですよ。もしかしたら暴発するかもしれないし、ちょっとしたきっかけで、かけた指が、鳥側からね、バシュンと打ってしまうかもしれない。車の運転ってのは、そのぐらい命と隣り合わせでいるんだなっていうふうに感じるんですよね。 はい、ちょっと最後、真面目な話になってしまいましたけども、はいえー、派遣労働者、無職、シングルマザー。これがね、差別後にならないようにしたいですよね。差別後にしたい人が必ず私出てくると思います。鉄の塊を動かしているので。そうね、あやさちゃんね。そうですよね。車のパワーって尋常じゃないですからね、乗ってる時はあんまり感じないんですけども、車に、まあ、何度か私も跳ねられたんですけども、すごいパワーですからね、バカーンと。 怪我はしなかったんですよ。受け身がパッと取れたんで。いや、でもこの衝撃はね、時速30キロとか40キロでも、あ、これは人が死ぬなと思いましたね。私の場合はね、受け身を取った瞬間、田んぼにバカーンと落ちたんで、軟着陸したんですけども。<laughs> そのままね、当時は病院にも行かずに、もう行ってくださいよ、みたいな感じでね、なんかなったんですけどね。人身事故ですよね、今では。考えられないですよね。はい。じゃあ今日はいろいろとお話ししました。まあ、不適切発言っていうのは、 不適切だと捉えれば、いくらでも攻撃することができますけども、まあ、たとえの表現の一部だよねっていうふうに好意的に受け取れば、好意的に捉えることもできて、より発信者との深い関係が持てるんではなかろうかと思います。まあ、それこそね、たまに今ね、ちょっと見かけるんですけども、お前はロシア人かよっていう表現が出てきてますからね。 いやもうこれもね、なんかね、すごいですよね。ロシア人って言葉が差別表現になる時代が来るかもしれないですよ。だって、あれでしょナチスって言葉はもう、差別表現と同義語ですもんね。ネオナチスとかねあ。ちなみにね、ネオナチスに入るのは難しいらしいですよ。あのヒトラーの書いた我が闘争ってのをしっかりと熟読して、理解してないと、ネオナチスの入団試験には合格しないらしいんですよ。 だから、ネオナチスのメンバーってむちゃくちゃ少ないですよ。で、あと、苦労して入ったんで、破壊活動しようなんて思ってないらしいです。結構なんかね、ラブピースみたいなことやってますからね。で、ネオナチスっていう言葉のイメージだけで捉えると、組織の内情とは全くかけ離れた印象を持ってしまうんではないかなというとことでございました。では、本日は以上です。ありがとうございました。いってらっしゃい。トンビ、映画見ましょうよ、トンビ。 うん。よし。J コスメも早く再稼働してくんないかな応援する気はまんまんなんですけどね。今日もサイトの更新ないな